その話いただいた時がちょうど 2,3 日前に桜姫の時代劇の映像を見てたんですよ。あ、素敵な話だなと思って、その 2,3 日後にあのこういう作品があるんだけれどもって言ってもらった作品が桜姫で、すごいタイミングが良かったので、これはやりたいなと。それでとりあえず驚きました。最初の桜姫読んだ時は、あ、本当にかわいそうな女性だなって最初思ったんですよ、初めから。で本当に最終的にね、あの彼を追っかけてっていう、結構ずっと追っかけてて、で結構受け身なイメージがあって、演じてみたら結構すごい強い女性になったので、まあこれはこれでちょっと同じ桜姫だけどニュアンスとか、やっぱそれがもう現代風っていうか女性の強さっていうのが出てるような作品だったので、出来上がったのを見た時もそれが全然なんだろうな、違和感なくうまくマッチしてたので良かったかなって思ってます。伊達のシーン、はい、あのあそこですね、はい、あそこら辺すごく、まあ、言い方変なんですけど様になってるというか、うんうん、あそこは遊びましたね、うん、唯一桜姫が空気を一気にガラッと変えるっていうか、今まで何言われても顔色を変えなかった姫がここで何だろう、中にあったものが出てくるっていうか、それって女性なんイコール女性なのかなって自分は思ってて、女性としてとか人間としてっていう変化の一瞬でもあるので、一気に表情を変えて、うん、変化を出しましたね。青木さんとか、はい、デンデンさんとか、うん、非常に個性的な俳優さんたちが、はい、まあ、その相手としているわけじゃないですか、うん、はい、うまくぶつかったんじゃないかなっていうのはありますね。だから青木さんも多分自分の中でこうだっていうイメージはあるだろうし、まあ、デンデンさんもそうだろうし、でやっぱみんななんかキャラクターの個性が強すぎてバラバラなんですよ。だからそれがまたそのこのスピード感、映画のスピード感と世界観にうまくなんか巻き込んでもらって面白い作品になったかなと思うんですけど、どのキャラクターもその人じゃなかったらこの作品はまた全然違うものになってたと思うし、良かったなってすごい思いますね。憎しみ余って愛みたいな、はい、そういう感情って理解はあると思うんですよ。愛情って憎しみと窓なりにいる、正反対なんですけど窓なりにいると思ってて、いつそれがオセロのようにひっくり返るかっていうのってあると思うんです。なのでこの映画はそれすごいうまく表してるなって思ってますね。今後こういうものをやってみたいとか、自分は歌やりたいので歌メイン で女優もやりつつ、なんか作品を作りたいなと思ってて、まあ、デザインとかそういうものも好きなので、自分なんかいろいろと絵を描いたりとか、なんか服デザインしたりとか、何かものづくりをしてみたいなっていうのもありますね。最終的に映画を撮ってみたいとか、ああ、なんか学んでそこまでいけたらいいですね。今は結構スチールとか撮ったりするんですけど、映画も自分で撮ったりとか作ったりはしないけど、構成を勝手になんか作ったりとかはしてます。ムービーコレクションをご覧の皆さん、こんにちは、ひなみきょうこです。ですね、桜姫なんですけれども、結構その桜姫が自分で立ち向かっていく部分とか、成長していく部分っていうのがすごいあって、それは何で成長したのかっていうのをぜひ見ていただいて、女性の心の強さというか、そういう部分をぜひ見ていただいて、この今後皆さんの恋愛観というか、そういうものに何かまた大きな影響が与えられたらいいなって思います。ぜひぜひご覧ください。